昨日よりいい暮らしを。どうもマサックです。今回は MacBook Pro 16インチの M3 Max チップを使って実際にどうなっていうお話をしようかなと思うんで、 MacBook Pro を悩んでる人にとって参考になれば幸いでございます。それでは行きましょう。結論、めっちゃいいよ。個人的にはね、めちゃくちゃいいですよ。それはもちろん、このように YouTube を撮って、4K 動画で撮って、4K 動画を編集して、なんかこうアップロードするとかもそうだし、仕事上、Photoshop を使ったりとか、イラレを使ったりすることもあれば、写真を撮ったりするんで、Lightroom のクラシック使って、写真をレタッチするなんていうことを、Adobe のソフトいっぱい使ったりもするし、年がら年中毎日のようにパソコンをね、カタ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 いじるような人間なんで、そら、MacBook Pro 16インチで、M3 Max チップ。まあ今現在で、Apple の Mac 系で使っているチップの最大のレベルのものを使い、なんやかんやカスタムして、単純にすると値段が80から90万ぐらいするものを買ったわけですから、良くないわけがないっていうわけですね。そんな中で特に使ってみてやっぱり良かったなっていうところをね、ご紹介しようと思います。まず一つ目としては、まあメモリーをねかなり上げてるんですよね。あの自分の場合 120GB のメモリーに増量しているんで、複数に重いソフトを立ち上げて同時進行してたとしてもカクつくとか重くなるっていうことがほぼなくなったっていうところがすごく良かったなと思います。例えばこんな感じでプレミアを立ち上げてて、これ 4K の動画をねこうやってプレビューとかで流してる、プロキシになってて、まあ軽くしてるんで、例えばこれプロキシ外した状態でね流したとして、まあちょっとレンダリングしてるものもあれば、この黄色い部分はねまだレンダリングになってないんで、本来ね今まで使ってた、まあ2019年のインテル版の MacBook Pro、 それだったらもうこの時点でむちゃくちゃ余裕でカクついてるわけですよ。フル画質でこれ編集してるんで、プロキシなしで編集してるとめっちゃカクつくんですけど、まあそんなことも今現在は基本的にはないと。しかもこれね、プレミアだけじゃなくて、今、はい、こっち行くとですね、ライトルームクラシック。ライトルームも今これ、同時に立ち上げてる状態ですね。こんな感じで、まあ、ライトルームなんかも、こうやって同時に立ち上げてて、こうやって動画をね、ちょいちょい移動させても、そんなにラグがないと。今までだったらめちゃくちゃラグがあって、フシュフシュ、MacBook 自体も思いっきりもうエンジンぶん回しみたいな感じになってたんだけれども、全然音も静かで、全く問題ないと。はい、サクサクできるという感じになっております。でさらにさらに、ライトルームクラシックにプレミアプロ立ち上げてるだけじゃなくて、これフォトショも今、はい、こんな感じで立ち上げてます。フォトショなんかももう問題なくいじれるわけですね。まあ、このようにフォトショとライトルームとプレミアを同時に立ち上げてもかなりサクサク動かすことができるっていうところで、普段こんなにね全部を立ち上げるなんてことはほぼあんまないんだけれども、まあ、それぐらい耐えうる、まあ、力というか馬力を持っているんで、まあ、本当これは買ってよかったなっていうのはまず率直な意見としてありますね。まあ、今までがもうだいぶ前の2019年のモデル使ってたからだいぶしんどかったっていうのはそもそもあるんだけれども、やっぱり M3 チップの、まあ、凄み、 M3 Max のなんかこう恩恵を受けてるなと、まあ、90万ぐらい払った回はあったかなとは今現在は思っております。なので逆に言えば、そういうこう動画編集とかイラレとかライトルームとかフォトショーとか重いデータをやり取りするとかやるっていうことがないような人は、こういった M3 Max とかね、わざわざハイスペのものまで突き詰める、追求するっていうことはしなくていいんじゃないかなと思います。 MacBook Air の M3 の Max とかじゃなくて、通常の M3 チップとかで、なんか13インチとか、どちらかというともう必要最低限のパソコンの処理、やり取りとか、ネットとか、YouTube 見るぐらいとか、で、ネットでのそのビジネスでのやり取りするだけとか、で、あと持ち運びがめっちゃ楽とかね、そっちのね、まあ、コンパクトさとか、柔軟さ、持ち運びのしやすさとかね、そういった方に舵を取る方が、いいんじゃないかなと思います。こう動画編集とか重いソフトを扱わない人であればね。まあ基本的に YouTube 撮ってる人とかね、なんかこう映像とか写真とかを使ってるとかね、デザイナーの方とかであれば、まあこういう MacBook Pro の16インチ、M3 Max とかは、めちゃめちゃ買っていいんじゃないかなっていうのは、率直な意見としては思いますね。まあ、やっぱそれが一番大きいところかななんて思いますね。エンジン的な部分とか。うん。あと細かな点とかで言うと、まああと音質が上がったとかっていうところですかね。まあ何回も言うけど、2019年のものだから買い替えたから5年ぶりぐらいに変えたんで、まあ、全てがね、進化してるっていうのはあるんだけど、自分の買い替えたものに対してね。うん、そこに比較するのはちょっとね、全部が感動しちゃうからあれなんだけど、まあやっぱ音質も少しね、上がったと思いますね。まあ知り合いのミュージシャンと一緒になんか動画をね、編集してなんか打ち合わせした時とかも、まあ音楽流した時に、ちょっとこう、ウーハーというか、低い音が全然変わったね、みたいな。その人が持ってるのが、M1 Mac なんだけど、やっぱ M3 Mac の方がなんか、音質いいじゃん、みたいなのが言ってて、まあ自分はね、そんな気づかないんで、そういうところ、あ、そうなんだ、みたいな感じだったんだけど、やっぱ音質とかに関しても、やっぱ比較的向上はしてると。
いうことですね。で、あと、まあ、Wi-Fi の規格とかで言うと Wi-Fi6E までこれ対応しているんで、今現行のね、日本で一番最速で対応している Wi-Fi の規格っていうのが、最新の Wi-Fi の規格っていうのが Wi-Fi6E なんで、そこに対応してるっていうものであれば、例えば Wi-Fi6E 対応のルーターから Wi-Fi6E 対応のこの MacBook Pro 16インチを使えば、回線状況によっては爆速でね、ネットが、環境が生まれるってことなんで、まあもう本当ネットもサクサクにできるっていう可能性を大いに秘めているものになりますね。うちの場合がちょっとね、光回線のつなぎ方、配線方式が VDSL 方式って言って、まあ、下り上り、ダウンロード、アップロードの速度が、どんなに頑張っても上限が100、理論値、100Mbps しか出ない。通常の光回線の光配線方式とかっていう、皆さんちの例えばご家庭、光回線の光コンセントがある、皆さんのご家庭の場合ですと、1ギガとか、2ギガとか、まあ、プランによっては10ギガとかね、回線が使えるような環境の方も中にはいらっしゃるんですね。1ギガが 1000Mbps なんで、1ギガ BPS が 1000Mbps なんで、うちの最大が 100Mbps ってことは、まあ、皆さんのお家の10分の1でなんとか頑張ってるって感じなんですよ。まあ、それでも 4K 動画とかはサクサク、まあ、見れるっちゃ見れるんだけどね。とはいえね、そのめちゃめちゃもっと速い爆速環境でも対応できるスペックを持ってるのに、そういうちょっとね、上限があるお家に今住んでるそこはちょっとデメリットかなと思うんですけれども、まあそういった最大の許容範囲も保てるようなスペックがあるっていう点でもすごく優れてるんじゃないかなと思います。個人的に嬉しかった点としては、このサイドの部分とかでサンダーボルトポートが3つあったりとか、 HDMI ケーブルをつなげられる場所があったりとか、 SD カードを直接させるっていうところがあったりとか、サイドにね、USB-C ハブとか、ハブをね、つけずに済むっていうのがすごくいいんじゃないかなと思いました。ただ USB-A の差し込み口がないんで、その際は USB-C の例えばハブとかうまくつないで、USB-A の差し込み口に差し込むことによって対応させることができるんで、USB-A の差し込み口、ポートが必要な人に関しては、ハブを買う必要があるのかもしれないんですけど、基本的には USB-C でほぼほぼなんかこう、収まってるような状況なので、そのハブをね、わざわざ買わずに済むっていうのはちょっと魅力的かなと思いましたね。まあ、あとなんだろう、細かいところで言うと、その伝送速度とかなのかな。やっぱサンダーボルト4とかまで対応できてるんで、写真とか動画とかのその転送速度とかっていうのも、まあ昔よりはやっぱだいぶ上がったし、まあそういった細かいディティールというか、細かな点に関してのやっぱ向上っていうところはすごくやっぱ魅力的になったかなと思いますね。そのもう早いのがもう当たり前になりすぎて、どういったところがいいのかなっていうのはちょっとこう忘れるぐらい、結構やっぱ状況としてはいいのかなと思います。まあね、80万ぐらい払ってんだからそれぐらいねして当たり前だろうっていうのはとは思うんだけど、まあ改めてね、こういう動画を作ってみて、まあそういったところがいいかなと思います。あと気になる点としては、まあバッテリーの問題なんですよね。バッテリーももちろんそのすごく進化してて、アップルとかでね、何時間連続で対応しますよみたいなこと書いてあるけど、まああれはあくまで理論値だとして、とはいえやっぱバッテリーに関してはやっぱエネルギー消費の高いアプリソフト、まあさっきみたいなプレミアプロとか、ライトルームとかフォトショーとか、まあ、そういったのをいろいろ使ってると、やっぱ消費はすごく激しいかなと思います。結構バッテリーの減りは早いかなと思いますね。まあただ昔よりかはちょっとやっぱ長持ちするなっていうのはもちろんあるし、まあ数ヶ月使っててもやっぱ1日フルで充電を引っこ抜いた状態、この状態のままでも、充電をつなげてない状態でも、まあ1日中持つっていうのは大いにあるんで、まあそこら辺はほんと数ヶ月使ってても全然変わらないかなと思います。ただまあずっとね、年がら年中稼働させっぱとかにしてると、スリープ状態のままにしていったりすると、やっぱりバッテリーの消費っていうか劣化が早くなってくんで、まあゆくゆくはね、またなんかこう1日数時間でバッテリーがもうなくなっちゃうよみたいな、充電差しっぱじゃないともう駆動し続けられないよみたいな状況になりそうなのはちょっと懸念点としてあるかなと思いますね。はい、ということで今回はですね、 M3MAX Pro の MacBook Pro 16インチを使って、まあ、しばらく経ったので、まあ、そちらの実際どうだろうっていうね、本音のレビューをしてみました。まあまとめると、さっきみたいに複数のアプリ立ち上げ、メモリをね128まで大きくしたので、まあ、その分めちゃくちゃ複数立ち上げでもサクサクできるし、 GPU とかも 40GPU とかにしてるのかな。 GPU もね、一番最大のものにスペック上げてるんで、まあ、そこら辺に関してもやっぱり十分強いなと思いますね。サクサクできるっていうところはすごくやっぱ感動しました。なので、まあ、動画編集してるとか、動画を作ってる人とか、クリエイターの人とか、であとデザイナーとかね、人とか、まあ、そういった人にやっぱりこのね、高い、めちゃめちゃ高いスペックでハイスペで買っても、もうめちゃめちゃいいんじゃないかな、おすすめできるんじゃないかなと思います。逆にそういったなんかクリエイティブなソフトとか、ものとかを使わないとかっていう人であれば、全然もう MacBook Air とか、すごい安い、なるべく安い価格帯のものとかでも全然いいんじゃないかなと思います。で、あとはまあスペック自体高いんで、その Wi-Fi の規格とかも、最大限の Wi-Fi6E まで対応できてるところとかも、すごくいいんじゃないかなと思いますし、あとはそのデータの転送速度なんかも速いですし、まあ、そのサイドのね、差し込み口、ポートなんかもいろいろ種類あるので、そういう USB-C ハブ、USB のハブとかをわざわざ買わなくても、ある程度ならあれば、
USB-A を使わない人であれば、賄えるというところも大きいんじゃないかなと思います。でバッテリーに関してはやっぱりちょっと懸念点は少しあるかなと思いますね。消費エネルギーの高いそのソフトとかを使ってると結構すぐになくなっちゃう印象というのはあるかなと思うんで、まあ、そこは結構やっぱシビアかなと思います。ということで少しでも参考になれば幸いでございます。それではまたお会いしましょう。さよなら。